ご来場いただきまして誠にありがとうございます。大変お待たせいたしました。ただいまより錦糸町パルコオープニングセレモニーを開催してまいります。株式会社パルコは1969年に池袋パルコが開業し、2019年にパルコ50周年を迎えます。このメモリアルイヤー2019年の開業第1弾がこの錦糸町パルコです。この度は墨田区の商業中心地となる錦糸町駅前で80数年の歴史を有するここ楽天地ビル内に錦糸町パルコをオープンさせていただく運びとなりました。錦糸町パルコは食住が接近する都心生活者のための新しいコミュニティの創造をコンセプトに、1階は街の顔となるエントランスとしてインポートブランド、コスメ、カフェ、そして墨田の名店などが出店するフードホール、2階、3階、5階は都心ブランドを発信するメンズ、レディースのファッション関連ショップと大型雑貨店、4階はワンフロア丸ごと無印良品、6階はシネマと直接つながっており、誰でも気軽に楽しめるレストランゾーンとファッション、カルチャーのフロア、最上階となる7階は地域の生活インフラとなる郵便局、クリニックモール、サテライトオフィスなどサービス機能を集積した生活に密着したショップ構成となっております。変わる始まり、パルコにお医者さんも郵便屋さんも、もう一つの街みたいなパルコが始まります。錦糸町に新しく加わるメンバーとしてパルコも皆様と共に進化してまいりたいと思っております。どうぞ錦糸町パルコをよろしくお願いいたします。それでは本日の錦糸町パルコグランドオープンに先立ちまして、テープカットセレモニーを行わせていただきますが、はじめにゲストの方をご紹介させていただきます。女優タレントとしての活躍に加え、先週3月7日記者発表会も行われましたパルコ50周年アニバーサリーパルコスイムドレス2019キャンペーンガールをお務めいただいております、足立梨花さんです。錦糸町パルコはいかがでしょうか。いやもう本当に今すぐにでも買い物したくなるぐらいワクワクが詰まってたんですけど、郵便局とかも入ってるっていうことで、すごいなんかめちゃくちゃ便利、ここ一つだけでパルコに来るだけでなんかいろんなものができちゃうんじゃないかぐらい本当にたくさんのものが入っていて、なんか早くオープンしてほしいなって気持ちになりました。もう間もなくオープン、あともうちょっとですもんね。池袋パルコの開業から50年目を迎えます。記念すべき年の水着キャンペーンモデルに選ばれたお気持ちいかがですか。そうですね、その50周年というその記念すべき年にまさか私が選ばれると思っていなかったので本当にびっくりしたんですけど、でも本当に高校生の頃からよくこういうこの看板、パルコスイムモデルの看板を見てたので、なんかそれがまさか自分がなれるなと思っていなくてめちゃくちゃ嬉しかったです。嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しいと同時にこの大きいポスターが飾られるのかと思うとちょっと恥ずかしい気持ちになっちゃいますね。でも当時の足立さんと同じような気持ちで眺める方もいらっしゃるんでしょうね。そうですね、なんか目標となれる人になりたいなとは思いました。素敵ですね、ありがとうございます。さあそして最後に CM の見どころはどんなところでしょうか。そうですね、 CM は本当に楽しみながら撮影させていただいたんですけど、なんだろう、それを見ると早く夏が来てほしい、自分も
水着を着て夏を楽しみたいなという気持ちになれるような CM になっているので、ぜひぜひ皆さんと一緒に夏を楽しんでいきたいなというふうに思いました。ではぜひ皆様も CM ご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。2019年のパルコスイムドレスキャンペーンは3月7日からスタートしています。皆様どうぞご注目ください。足立さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後のテープカットもぜひお手伝いよろしくお願いいたします。それでは改めまして、テープカットにご参加いただきます皆様にご登壇いただきます。株式会社東京楽天地取締役社長中川隆様、続きまして株式会社パルコ錦糸町店店長印出勤でございます。そして株式会社パルコ代表執行役社長秋山幸三でございます。本日はこちらの4名の皆様とテープカットを行ってまいります。それではテープカットの準備に移りたいと思います。手袋、ハサミをお受け取りくださいませ。それではいよいよテープカットを行ってまいります。私がこの後カウントダウンを行いまして、その後どうぞと申しましたらハサミを入れていただきたいと思います。それではご準備よろしいでしょうか。それでは参ります。3、2、1、どうぞ。